月月は里親月間です皆さんは里親制度についてご存知ですか里親とは親の病気家出離婚などいろいろな事情により家庭で暮らせなくなった子どもたちを自分の家庭に迎え入れて養育する人のことを言います自分の子どもじゃない子たちが、うん、なんか信頼してくれる安心してくれる。 で、ママって呼んでくれるあ,あ。こんな嬉しいことはないって。うん、うん。ただそれだけですね。9ヶ月の赤ちゃんをあやしているのは里親の真壁さん。16年前に自分の子供が高校生になったのをきっかけに里親を希望しました。これまでに15人の子供の成長を見守っています。ここが！ 居場所だよっていう安心感を与えるためにあのどう接したらいいか違った環境で違った状況の中で育ってここにいろんな年齢で来るのでその子に、うん、どう向き合ったらいいかっていうのは、うん、母親としてっていうよりも一人の人間としてこの子とどう向き合おうかなっていうのはいつも来る時また来てからしばらくの時間は本当にそのことを考えます。 里家庭が預かる子どもは0歳から18歳までの子どもで養育期間は子どもの年齢や状況に応じて決められます特別な資格は必要ありませんが研修を受け認定を受ける必要があります実の親御さんと一緒に生活できない子どもさんたちがたくさんいます。 そういった背景を理解していただいて子どもたち一人一人の気持ちを受け止めていただく里親さんを私たちは求めております里親になってもいいっていう人がいればいるほど子どもたちってそのいろんな 可能性が出てくると思うのであの、里親をやってみたいなと思う方がいたら児童相談所を通していろんなサロンがあるのでそれぞれのサロンに行っていろんな里親をやってる方と関わるとかということをして是非一歩踏み出してほしいなということは思いますね。